本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラブの監督です。金属アレルギーでピアスを諦めている人、敏感肌でピアス選びに困っている人、必見、安心して使えるおしゃれなスタンピアスを紹介します。開封の儀、こちらでございます。表裏このままついていきます。中はこんな感じ。アルコールパッド付き。本体こちらでございます。 1g。 おまけでついてきました。まずこちら、レザー製のイヤリングポーチがついてきます。装着方法、耳に通す軸部分がまっすぐになっており、耳の後ろの留め具で固定して装着するスタッドピアスです。このピアス、つけっぱなしも OK で、シャワー中、睡眠中、電話で話す時も、頭、首など気にせず使うことができます。見た目、効果について、このピアス、装着するだけで、ジルコニアの輝きで存在感を発揮、つけるだけでコーディネートが華やかになります。このオパールの輝きが光を通すことで目を引き、顔に注目、全体の印象を引き締めてくれます。魅力的な虹色の輝き、どんな格好でもエレガンスな雰囲気を醸し出します。こちら両面設計のため、場面に応じてどちらの面を使うか選ぶことができます。素材、使用について、このピアス、敏感な耳にも優しいチタン製のピアスです。最も安全なインプラントグレード F136 チタンを使用。チタンピアスはステンレスと比べ、ニッケル、鉛を含まず非アレルギー性のため、腫れにくく赤くなりにくい素材です。スタッドピアスは長時間の使用も快適、低刺激で耐久性に優れたピアスをお探しの方にとてもおすすめです。いかがだったでしょうか。このチタン製ピアス、日常使いはもちろん、職場での使用、外出のお供としても最適です。自分へのプレゼントや誕生日、記念日、バレンタインや母の日、特別な日にプレゼントとしてもとてもおすすめです。もし気になりましたら、詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。安心して使える、耳にジルコニアの存在感、存在感はい、OK です。